せーの、みなさんこんにちは。今回は、はい、グングルフェスティバルに来ております。グングルフェスティバルなんだ、はい、俺グングンフェスティバルかと思ってた。なんだグングンフェスティバル、なんかよくわかんない。何グングルフェスティバルで、逆になんだと思います。それは群馬県のグルメを楽しもうというお祭りでございます、はい、あ、なるほどね。群馬とグルメを掛け合わせたグングルフェスティバルだったね。そうなんです、はい、そしてなぜそのグングルフェスティバルに私たちが行こうと思ったかというと、はい、ディーズガレージさんが主催なんですよ、はい、そうですね。初めてなのかな、食をメインとしたオールジャンルのミーティングっていうことで、はい、まあ、ロータリーに限らずいろんな車のジャンルがね集まるミーティングでグルメが集まってるということで行きたいと思います。はい、つまり私のために作られた祭りです。食べ物、私のフェスティバル、はい、じゃあ私のフェスティバルに行きましょう。はい、それでは出発します。レッツゴー。熱っ。やってまいりました。車も暑いと言っておりますね。で、車ももうメーターが振り切っちゃってますよ。水温がね、100度です。運動してます。やっぱり冷房つけると無理ですね。聞こえるかな、みんな。アラーム鳴っています。最悪？最悪よね。こんだけ登らされたら、まあ無理よね。そうよね。モスキートみたい、ずっと。いつものお姉さんいる。
願いします。こんな感じです。こんな空いてるスケートリンク初めてです。そうだね、ドリフトしてもいい感じのやば、暑すぎてもうタイヤ、あ、ダメだよ、タイヤバーストするよ、あなたはあははボロボロだもんねいい人いなさすぎる。人いないね、全然。うわ、めっちゃ景色いいじゃん。どこに泊まるんだろうね、誘導ありますって言ってたけど。カメとマリナ奥さん到着しましたよ。はい、どうぞご覧ください。さあ、こんな感じで屋台の方が多いかもしれない、車より人より屋台の方が多いかもしれない。暑いですよね。あのそんな感じで、はい、あのこっちはね、もう全然止まってない。すっからかーん。特にタイムスケジュール載せときます。ポン、私たち到着した時間何もイベントやってません。あ、そうなんだ。で、この後なんかあのフリートークみたいなのがあるみたいな。それまではフリータイムなのでちょっと食べていきたいと思いますがね。で、500円のなんか引き換え券チケットもらったもんね、うん、持ってる持ってる。じゃあなんか食べよっか。はいやばくないこの髪、どう？いいですよ、とってもいいです。ギャル似合ってる。今の顎キラキラされちゃうね。ね、やだずって、髪白いからさ余計に肌がさ膨張されるの。え、何食べるよ。え、何食べる。ちょっと車見るか、とりあえずバーっと。はい、着着しました。こちらが今回のミーティングの車です。じゃあマリナ知ってるの教えてあげる。インプレッサ。はい、けどさ、これ見たことない形。これが86、あと86。はい、あのクーペ。何クーペって。え、コペン。ロードスター。ロードスター。こ、それがコペン。コペン。はい、 86？ これは86。コペン。コペン。マツダ。それスカイライン。これは FC。 これスイスイスス イ, ス, ボスイフト。スイフト。スポーツ。ホンダだ。ホンダ。インテグラ。ねえ、言わないで。言わないで。これはこれ。わかんない。これ86じゃない？見る？豆腐の。エイトの子来るってマリナたちにあれだよ言ってた。うん、本当？あのアンケート答えてくれてた。あ、そうな、さっき声かけられたね。けど違う、違うエイト。あ、このエイトって言ってた。うん、あ、そうなんだ。音楽でかすぎ。これシルビア。あ、そうなんだ。あ、ワンエイティだ、シルエイティだ。顔がシルビア、お尻がワンエイティ。シルエイティ。ハズラー。はい、音でかい。スカイライン。いや、シル…何これ、シルビア。なんかさ、もう難しいね。あ、8 8 8ナンバーの8だ。え、見て、あのシル80もう帰っちゃう。帰っちゃうね、みんな帰っちゃう。そう、帰っちゃうよ一周してここ相変わらず、ハンギョドンのお茶です。ハンギョドン好きですか？じゃあ、ご飯のフェスティバルということで食べてきましょうかね。パルメズがすごいね、今日。いいな、これ牛肉だよ。うまい。普段だったらこんな高いの買わないけど、あの500円チケットが2枚あったからそれ使って1000円の串買いました。うまい。あ、どうしよっか、この後温泉でも入って帰るかもう帰るかみたいな。温泉入ってる姿さ、みんな見れないじゃん。みんなその間何してる？黒い画面声だけ。カップルで入れるサウナみたいなのないのかな。どうしよう、やることなくなっちゃった。正直自然の川のあるところでサウナさ、よかったみたい。いや、いいけど、じゃあ探さないの。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。滞在時間何分？1時に着いて今2時45分だから。結構いたね。2時間ぐらいはいたかな。1
つもはここ通ると亀マリが通ってるって言って歓声が聞こえるんだけど。いや聞こえたことない、聞こえたことない一回も。心のね。そう心の。ありがとうございました。今日は歓声なしでご帰宅となります。さあ今日今回のイベントはですね、車がメインっていう、多分食がメインって言っちゃったから、うん、車が集まりが悪かったね。そうね、視聴者さんと喋れたからよかったわ。そうそうそう、来た甲斐があったわね。もう帰るっていう時に視聴者さんがいて、それでちょっとお話しさせてもらって、着いて直後にさ一人喋りかけてくれた人もいたんだけどさ、うん、着いた直後だったから喋ろうと思ったらさ、うん、あーなんか喋れなくてあんまりね。最後にね一人ちょっと、そうブルーのエイトのそうカップルさんが喋りかけてくれて、うん、来た甲斐がありましたよ。喋りかけてくれたのかな、あれはうちらが喋りかけたぐらいの感じよ。若カップルが、若カップル若カップルが、あ、いた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 、視聴者さんも帰るって言うんで、私たちもじゃあ帰るわって言って帰ってます。やっぱゆっくり喋れるといいよ ね、 そうだね、視聴者さんとゆっくり喋れて楽しかったけど、なんとね彼女さんの方もねエイト乗ってるっていうことで、びっくりだよね。しかも、ね、見せてもらったけど結構そうカスタムしてある、そう赤いエイトだ。ちゃんとかっこいいエイト乗ってました。ちゃんとかっこいいエイトって面白い。え、違う、なんていうの、もうバチバチのいかつい感じのエイト乗ってました。ゴリゴリの赤いエイト、かっこよくない、あんな女の子乗ってたら。かっこいい、最高なんだけど。マリラもエイト買っちゃうか。マリナもね買いたいわよ、けど乗れるかっていう問題よ。私がそんなかっこいい車乗ってもさ乗りこなせなかったらかわいそうじゃん。うんうん、エイトがあプーンって言ってる。プーンって言ってる ね。この人楽しんでおります。全力でカメとマリナ。はい、ということでですね、滞在時間は、だいたい2時間弱ぐらいですかね。はい、思ってありましたね。はい、リーズガレージの岡本さんと、え、岡田さんって言ってんじゃん。岡田さんと、はい、リーズガレージの岡田さんとですね、はい、少しお話ししましたけど、今回のイベント大失敗ということで。そんなことは言ってなかった。でも失敗って言ってた、まあ、言ってたけど、ちょっと思った以上に人が集まらなかったっていう、うん、まあいろんな要因があると思うんですけれども、うん、まあこの7月の下旬っていうのはイベントがいろんなところでありますしね。うん、あとまあイベントの詳細がね比較的ギリギリ7月になるまで分かんなかった、うん、そういうのもよく関係してんのかな、うん、で社長さんも言ってました、はい、代表さんも来年またちょっとリベンジしてくれるかな、来年また楽しみにしておきましょう、はい、ということでですね、何回もということで、ね、言いますけど、私はいいですよ、もっと言っていいですよ別に。ということでですね、はい、もう一回、ということで、はい、帰っておりますと、はい、まあ、ただ本当に視聴者さんに会えてよかった、うん、で、うん、今日はこの後どうしましょうか。そうですね、早めに帰宅してんで汗もあんまりかいてないんで、桃狩りに行きたいと思います。桃狩りっすね。え、桃狩り桃狩りって書いてある、こっちまで桃狩りっすね。桃狩り、アナフィラキシーショックになって、まあそういう人生もいいよね、人生そういうことがあってもということで行ってきます。ごめんなさい、今回はこんなにゆるい動画で。で、今視聴者さんが前にいて一緒になんかツーリングしてるような感じなので、そうだね、どこでお別れかわからないですけど、一緒に最後まで楽しみたいと思います。あの、いろいろね、イベント情報を聞いたんで、あのまたそうだね、このイベント参加しますって決まった時にはインスタでお知らせするので、はい、インスタのチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、ぐんぐるぐるぐるフェスティバルで、はい、爆食いしてみた、はい、この後はまあ、あの桃狩りに行くということで、はい、終わりたいと思います、はい、はい、ということで、今回の動画がいいなと思った方はぜひ高評価と、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。バイバイ。ふうちゃんも言って、はい、違うよ、食い気味に、はい、はい、はい、よ、食べる感じ、はい、はい、声高い、はい、ちょっと違う、はい、それ早く
ていうやつじゃん。え、違うの？食い気味でって言ったら早くなっちゃう。